ギョイ魚屋長女のミクです。今日のお魚はじゃん、キハダマグロの子供です。これはイベントで、あの魚市場のイベントで仕入れてきたお魚になります。これを使ってステーキとお刺身作っていきます。はい、調理場に来ました。それではさばいていきます。まずはエラ取りです。これ硬いよね。うわ、ちいちった。もう早速これはすごい、これはすごいね。本気で血しぶきがいきますよ。ちょっと気をつけてもらって、きますよ。きました。これはカツオが、カツオの時みたいになるね。よし、自主規制入るかな。これはね、うわーい、ちょっと、あ、洗いますね。すごいね。やばいんで洗います。よい、エラです。ちょっと血がやばいんですけど、まあなんかカツオっぽいのではあるかな。うん、ちょっとむるいね。やめとこう。よい、続いて腹出し。柔らかい。でもここはやっぱ硬いな。一緒やねんの、の魚も。よいしょ、しようか。おお、綺麗やね。やっぱ今日はね、高知県産。なんか心臓もなんかレバーみたいに食べる習慣があるみたいです。もうカツオの時よりも血は、お腹はないね。やっぱちょっと一回洗います。よい、じゃあ腹出ししたんで胃袋をチェックしますね。何も入ってなさそうな気がするね。硬いね、胃袋。分厚い胃袋、分厚いぞ。あ、食べとるね。やっぱいっぱい食べるんかな。相当分厚い。うわわわわ、怖いねこれ。怖い、ちゃんと怖い。これはなんかね、なんやろね、小魚食べてますね。触った感じ溶けてるけど、小魚食べてます。よい、次頭を跳ねていきます。ちょっとここ鱗がすごい。おお、なんか味っぽい。よいしょ。多分2、3キロやけど力結構いりますね、女性がさばくには。よし、いけた。よい、頭跳ねれました。こんな感じ。食べるとこいっぱいありますね、きっと。削いでいったら、ミンチとかにしたらハンバーグになるかな。よい、じゃあ三枚おろしやっていきます。今日は頭の方に近い方をお刺身にしようと思います。柔らかい、赤身は柔らかい。この音がいいな。太いな。これはうまくいったぞ。いい感じ、絶対。よし、よし、あかん、いった、よかった。綺麗、綺麗、綺麗にしよう。二枚おろしです。これでトロはここの部分で、あとはちょっと勉強中です。第1回目なんでね。よい、三枚おろし完成です。じゃあここから焼き用と刺身用と身を分けていこうと思います。じゃあ腹すきしていきます。皮を引いていきます。皮引きできました。ここをお刺身にします。
よい、ムニエル用に切っていきます。塩コショウかけて小麦粉につけていきます。豪快なムニエルができそう。小麦粉まぶしました。これで焼いていきます。よい、じゃあ焼いていきます。火加減はちょっと分厚いので今回は弱めの中火でお願いします。片面をちょっとこんがり焼くので今から蒸し焼きにします。蓋閉めます。ジューって言ってきたらいい感じです。で、身がこんな感じで白くなったらひっくり返すタイミングです。こんがりいい感じ。片面こんがり焼けたら蓋をせずにこのまま片面焼いていきます。では盛り付けます。完成しました。お刺身とムニエル、ステーキっぽくしました。ではいただきます。これがトロの部分です。ちょっと早速これからいきますね。どうかな、キハダマグロ初めて。やっぱり腹ですね。めっちゃ柔らかい、油がすごい。じゃあ次はこっち焼いた方です。ちょっとパサつくね。今回オリーブオイルだけでやったんですけど、バターが欲しいな。でもボリューミーで食べ応えバッチシです。よい、ごちそうさまでした。今回はキハダマグロの子供の、ビンタマグロを勉強しました。第1回目ということで無事に成功したんじゃないかなと思います。2回目もお楽しみに。ではご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録お願いします。